給食の視察に訪れた自民党の小泉進次郎氏に小学生が鋭い質問です。自民党農林部会長の小泉氏は今日、和食給食の推進活動に関連して小学校を視察しました。和食を通じて日本の農業や漁業に関心を持ってもらいたいと話す小泉氏に、児童から飛び出た質問が。将来首相になる自信ありますか？それさ、今日の誰かマスコミの人が言わせてない？どんな人に総理大臣になってほしいですか？強い人。強い人。じゃあそうやって愛ちゃんがこういう人になってほしいなっていうふうに思ってもらえるような政治家になるように頑張ります。はい。